肩をポンって叩いて目が合うシーンがあるんですけど、マジで顔が可愛くて、マジでただ私癒されてます。消えちゃいそうなぐらい遠くに。シリアスというか、私が思い詰めてるシーンなんですけど、なんか結構最初よっみたいな感じ。しかも大丈夫って聞くのも大丈夫よくなくて、なんか笑っちゃって逆にそれで緊張が解けてやりやすくなりました。今はこの通り仲良しです。ちょっと年齢的に難しいです。待って、言わないの。大丈夫、うちらはいける。本当ですか、うん、じゃあ、いけてます。いけますよね。なんか、すごいポカポカとかね、なんかふわふわしてる感じがあるんですけど、演技に入るとですね、こう僕でもすごい感情くすぐるような。本当ですか。いや、なかったですよ。本当ですか。僕は作詞作曲やってるんで、なんかこうしてとかに、ああしてとか、はい、行って、なんかすごい素直に自然に演じたので、なんかいい MV ができるんじゃないかと。本当ですか。はい、思いました。めっちゃドキドキでした。大丈夫かなと思いながら。実はもう女優歴20年とか。間違いない。はい、でも私が演技全くわからないんですけど、なんかすごいわかりやすく教えてくださったりとかしていて、なんかもうちょっとお兄ちゃんみたいな感じに。もうそれでした。